悲伤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 。どうも、今日はベゾンです。はい、ドーン。はい、ということで、本日はですね、なんとセブンイレブンさんからこちらの商品が発売ということで、早速買ってきました。それがこちらです。ドーン、蒙古タンメン中本北極ラーメン。はい、こちらですね。僕はね、ちょっと初めて見ました。でもね、なんか過去の動画とかで、もともとね、その、昔もなんか発売してたらしくて、一時限定なのかな？限定で発売してたらしくて、またね、今回ね、再度、限定発売なのかわからないですけど、こちらがね、発売されることになりまして、今ですね、セブンイレブンに行って買ってきました。本日はね、こちらの、北極ラーメンを食べて夏バテを吹っ飛ばしたいと思いまーす。ただね、僕ね、見てください、この体型、夏バテ知らずなんですよー。ダーン。それでは今からお湯を入れてきまーす。はい、すごい、中こんな感じ。おっ、辛っ、匂いが辛い。もうやべえ、唾液が出てくる。いや、蒙古タンメンね、普通のやつでもめちゃくちゃ汗かくんで、北極って言ったらね、より汗かくんじゃないかってね。いや、今回はね、汗をどれだけかけるか真剣勝負ですよ。はい、北極ラーメンとね、お湯イン。で、それではこれで、5分待ちたいと思いまーす。はい、それでは5分経ったということで、今から食べていきたいと思いまーす。めっちゃ辛そう。もうこれだけでも辛そう。すごい。はい、それではまずそのままいただきます。スープがいい。まあまだですね、全然辛くない。これ入れなかったら多分普通の中本なのかな。うまい。それではね、北極ラーメンの素かな、こちらを入れていきたいと思います。わっ、あっ、あーすごっ。あー、若干ラー油っぽいな。いや、もうすごい、匂い変わる。じゃあスープからいただきます。あー、すごい。口入れた瞬間ね、最初なんともないなと思ったんですよ。全然変わんないなと思ったんですけど、後から来る、なんか喉にね、ピリッっていうね、あー、今でも辛い。ピリッてきて、普通辛いものって口に入れた瞬間辛いものが広がるじゃないですか。一回ね、このね、蒙古タンメンはね、一回受け入れるんですよ。この今でね、受け入れるんだけど、そっからね、反逆してくるっていう。反逆の辛さ、こうここら辺にね、またね、逆襲してくる、この辛さが。うわ、すごっ。ごちそうさまでした。はい、ということで、例えばですね、蒙古タンメンの北極ラーメン食べてみたんですけど、まあ、実際ね、まあ、辛かったじゃ辛かった。その普通の蒙古タンメンよりも北極の方が全然美味しかった。で、やっぱ辛いのってさ、こう味がなくなってくるじゃないですか、だんだん。最後までちゃんと旨味があって、はい、ぜひね、皆さんもね、これを食べて夏バテ知らずになってみてはいかがでしょうか。辛いものってね、代謝もね、良くなるし、汗もかいてくるし。はい。はい、以上です。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録お願いいたします。チャンネル登録は左の俺の顔からクリックです。